はい。いや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 、大変大変大変。何が大変なの？石破総理になりましたよね。あ、おめでとうございます。いや、見てますか政治？あのなった日はもう YouTube で見てましたよ、うんうん、あの決選投票になる前の開票が出た時と、うんうん、決選投票の瞬間は、今って便利ですね、 YouTube で流してくれるからさ、ね、いろんなテレビ局が、だから出先だろうとなんだろうと見れたので、その瞬間は見届けまして、あの石破さんの本当になんか嬉しそうな顔を見て、ね、あーなんか本当になんかもう今日死んでもいいって思ってんだろうなって思いましたね、うん、ぐらい嬉しそうな顔してましたね。5回目の挑戦で70歳ぐらいでしょ、ね、でも言ってないのか、60いくつか、まだどうですかね、まあ、でもそれからね、あの1週間ちょいですかね、今ね、どんどん支持率が下がってるね。いやー、でもなった瞬間の奥さんの喜んでるのか見ると、うん、なんかグッときたけど、グッときたね。早速なんかあれなんでしょ、あの言ってることがちげえっつって、うんうんうん、叩かれまくって、今日なんか被災地に行って、はいはい、新たなるなんか政策出してましたけど、はい、いやーなんかもう言ってることが全然違くて、大丈夫かな27日の選挙みたいな、うん、どうですか政治戦争的には。いやー、うーん、ワンチャン、うん、今260議席ぐらいあって、はいはい、ワンチャン230とか20とかなっちゃう。なったら、いや、過半数取れないから。変わっちゃうってことですよね。例えば、維新が20議席取って、はい、30議席取って、自民党さん、うん、力返しますよ、とか、そういう交渉ができるようになるからね。あー、なるほど。今、自公じゃん、うん、自民党、公明党、うん、そこに維新入ってきて、うん、その代わりこの条約飲んでね、とか。あ、そういう仕組みになるってことか。になるかもね、可能性的には。なるほど。そっか、もう27ですもんね、選挙がね。あと、そう。3週間か。解散しないって言ってたのに、うん、しないと言ってないけど、時期を見て、ちゃんと予算委員会で言い争いして、うん、必要ならするって言ってたのを、急に手のひら返してきたんで、野党は怒りまくってますよね。てか、それはどうな、そういうことをさ急にやりだしちゃうとさ、うん、仲間離れもあるしさ、こう支持率も下がっていくっていい方向にはならないじゃない、うんうん、なんでやってんだろうね、純粋にいけると思ってんのかな。ね、あのテレビだったり、はい、ネットだったり、うん、見てない人もいるんすよ、選挙に行く人は。あと石破さん、はい、っていうか、まあ、自民党のその裏で動いてる人はどうせ野党も力つけてこないだろう、うん、早めに解散して、あ、もうさっさと、や、時間が経てば経つほどね、いろんなことができるからってこと。そう、 あとその選挙のに来ないだろうっていう、その民主党政治になった時70、80の投票率だったのよ、はい、今 50% 切ってるから、そっか、その選挙に行かない人たちが、ああいうガーシーみたいなことがないと、うんうんうん、選挙どうせ来ないし、あー、でも逃げ切ろうって感じ。それはでもなんか言われたら納得しちゃうね、確かにと思っちゃうかも、うん、逃げ切ろう作戦で、うんうん、野党も一本化しないって言ってるんで、はいはい、あ、一本化しないって言ってるんだ、しないって言ってんだよ、だから野党も野党でまとまってないから、うん、結果自民党なんじゃないかなって、うん、石破さんがなんかミスらない限り、うんうん、こっちが選べる選択肢が少ないってことだよね、要は国民が投票するときに、うん、そう、だから自民党、立憲、維新、共産党がもう、うん、例えば東京1区に出てきて、はい、本来なら自民党と、はい、ここは維新だけにしよう、うん、じゃあ2区は自民党と、うん、何立憲だけにしよう、うん、なまあ効率よく戦わせる、効率よりやるっていうところが、立憲もなんか小沢さんに任せたっていうね、うん、誰を公認するか、自民党は小泉さんですよ、ああそうだ、
そうでしたね。そりゃ強いよ、選挙なって小泉さんが出てきて、選挙会長みたいなことか、うん、何千人集まるっていうから、それ応援しに行ったら、いろんなの見て勝てると思ったんじゃないかな。なるほど。今その新しく内閣が出来上がって、うん、なんか結構 X とかで見るとなんか叩かれてる方が多いイメージもありますけど、叩かれてますよ、そのあたりは。いやね、まずね、チーム石破が結成されたんですよ。はいはいはい、結成されてましたね。でまあ選挙対策委員長みたいなのに、はい、なのに小泉さん、小泉さんが選ばれたと。小泉さんがお前ちょっとじゃあ選ばしてやるよ、うん、選んでやるみたいなことが、はい、小泉さんのせいにできるわけよ。ああ何々4区は公認しますよ、はい、でもあん、そう、公認するか公認しないかの権利が小泉さんにあるんだ。そう、決定権があるんだ。そう、なるほど。だから小泉さんに気に入られないと、うん、とかその裏金議員は認めんのかっていうのも小泉さんに投げちゃってる。うわきついね。でもいや、小泉さんが選んだんだったら裏金議員でも、うん、人気があるから、うん、許されんじゃねえかっていう作戦もあるし、うん、裏では菅さんが動いてる。でもその結局裏金の人を出すのをなんで認めたんだ、勝った時にどうするんだ、負けた時にどうだっていう責任というか、うん、絶対こう答弁というか答えを求められるってことでしょ。ただそこまだね濁してんだよね石破さん。うーん、ただ結構メッセージを強く送ってて、そのチーム石破の、はいはい、総務長みたいな、はい、総務長官みたいな、なんか、はい、総務省みたいな、偉いさん、はい、にこう高市さんじゃあやってよって言ったらやんねえっつって断ったんですよね。でコバホークも断って、はいはい、で選んだ人が、はい、村上さんって言って、はい、あの安倍さんのことを徹底的に批判してた人なのに。へー、その安倍さんの葬式の時に、はい、安倍さんは国賊だっつって、そんなのやる必要ないって言ってもう言い過ぎだっつってなんか謹慎処分食らってるぐらいの、うん、すげえ横に広い人なんだけど、横に広い人なんだ、何食やそんなんなんだっていうその村上さんを入れたってことは、うん、もう安倍派は裏金の安倍派は絶対認めないよっていうメッセージでもあるんだよね、きっと。あー、なるほど、ね、安倍派はむっちゃ嫌いだから。でも今のプロフィール聞いてたらさ、うん、普通に嫌なやつじゃない、ちょっと亡くなった方に対して。あ、能力はあんだよ、能力は、うんうんうん、でも安倍さんとはもう真逆だったんで、あ、これが結構安倍派にメッセージを送ってて、うんうん、うわ俺公認されないかもって言って高市さんの方にみんな行って、うん、高市さんが一気に何百人連れて、うん、自民党を出て、うん、なんかやるのか、うん、まあ、前の石破さんのように自民党野党みたいな感じに行って次は虎視眈々と狙ってんのか、石破さんに乗ったわけだから今回みんな。そうだね、でも安倍派認めねえよっていうメッセージ。それ安倍派の方々はどう、いやもうなんかもう内心、え、ここ選んだの、村上さん行っちゃったの、他のその内閣の中に安倍派の方はいらっしゃる、いない、え、一人もゼロ、うん、だからこれ小泉さんと石破さんが一層ねしてんじゃないかっつって、その石破さんがコメントも変わってんのも、うん、実は岸田さんが後ろで絵を描いてるって、岸田さんの政策は引き継ぐって言ってるから。なるほど、そうなんです、今すごいんですよ。だから麻生さんはなんか最高顧問っつって昔あった、うん、なんか会社の会長で決定権ないみたいなのを復活させて、あ、なかったんだ最高顧問っていう、ここ最近 なくなったのよ。あ、でもそれを再建させ復活させたってこと、麻生さんにして、うん、麻生さん一応なんか 全員集めて、うん、一応自民党一個になって戦おうなっていう演説はしたらしいですけどね。麻生さん写真撮らないで即席で亡くなっとったじゃん、まあ、あれもだからマスコミが書いてるだけでなんかそういう感じなんじゃない、別に後で撮ってるかもしれないし、まあ、わかんないね。でも官房長官に林さんと、ああ、ね、財務省に加藤さんっていう戦った人も入れて、うん、はいはい、なんかうまくやってる感じなんだけどね。でも叩かれまくってるんで、うーん、
見た目叩かれてましたね、単純に。まあね、あのヨレッとした服の感じがどうなんだっていう、うんうん、あんなもんね、多分ね、時間もないから、うん、休憩するとこないから、パパパパパって着替えて入っておりますよ、だから、だと思うよ。まあ日本の主となってる人たちだからね、うん、世界の人たちも見るわけだしみたいなことなんだろうけど。27日です、天皇賞です、選挙と。まあ天皇賞ですよね選挙行けよ、普通に天皇賞です、期日前投票、期日前投票です。私前回も期日前投票、東京都知事選も期日前投票行きました。素晴らしい。期日前投票の方が混んでないんですよ。そして、そうよね、うん、うんうん、分かる。まあ、日曜日の朝とかに行く、まあ、私たちの友達山本期日前先生いるじゃないですか、期日前投票誰よりも一番頭に行ってこう空なのを見るみたいな、そういうのも一回やってみたい気はするんですけど ね。この間はでも行ったの8時半とかだったかな。それでもあの被災地での選挙が問題になってるね。ああそうですね。そのっていうかさ、そんな場合じゃないよね、うん、マジで。あの熊本出身なんで、熊本が地震あった時のことも知ってるので、うん、そんなことやってる場合じゃないよね、うん、まだ家もないし、人もいると思うし、意見言ってました他の野党が、うん、うんうんうん、なんで今なんだっていうとこね。そう、あいや確かにだわ。ただ早いうちにやって、うん、勝ち逃げして3年間好きなことやる、うん、っていうことも分かる。これ伸びれば伸びるほど、うんうん、不利になっていくから早い方がいいんじゃねっていう。ただ国民がどう思うか、変わってねえじゃん結局自民党って思っちゃって票が減る可能性もあるんで、まあそこまで大暴動を起こすほどまだや決定的な何かはないよね。でも、うんうんうん、一気にそのガーシーさんじゃないけどさ、選挙行ってなかった人が行こうみたいなのもないし、うん、ない、行くのやめたっていうのもないし、結果変わらずみたいな感じになりそうな気はするけどね。でも政治が気になってる方とか、まあ、みんなそうあるべきだと思うんですけど、そういう人たちはこの動向はめちゃくちゃ気になりますよ ね。今のこの展開は。大津さんとかね、一応国政政党ですからね。ああ本当だ。立花さんとか、あなたブロックされましたけどあの辺の人たちとか、うん、令和とかもどう出てくるんだろう、うん、一気に動き出すってことだよね。準備してんじゃない。あいやー慌ただしいね。で10月終わって27に終わっていろいろ発表されたら10当たり前にもう11月だ、うん、なんだかんだ言ってしばすだっつって今年終わるもんね。ライブライブ忘れてますよ。私たちも忙しいね。あそう、宣伝させてください。お、こんな感じでカット、まあ、政治だったり政治だったり競馬だったり野球だったりで毎日投稿してるんですが、シンガーソングライターです。音楽活動してます。11月の3日に東京の中目黒トライで主催イベントライブを開催します。フルバンド編成でガツンとライブをやりますので、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。概要欄にチケットリンク貼ってます。詳細も載ってますのでぜひご覧ください。よろしくお願いします。